相当年轻，23岁，22岁。哇，这球弹下，有没有机会？形成强打了，有没有机会？有了，一个弹跳打到全垒打墙上，这时候马廷龙应该回来没有问题啊！没问题，哇，三垒打，简直奖品三垒，吴念庭，等到了，哇，早就说该换他了吧？用什么佐藤对不对？哦，哦。这个一定有得到爱哦，这一棒哦，一定会有受到这个小松井的一个关注哦，因为其实，在吴念庭他的状态之下，其实这个长打对他来说真的很重要，因为这一棒长打会让他整个在场上的这种信心跟稍微这种安定感，自我也会提升哦。在两个坏球的这个对打者啊绝对有优势的情况下哦。投手庄司也是投了相当甜的位置，那当然吴念庭是完全把握住了，出现了这支长打，也希望让小松井这边能够啊增添更多的信心。哇，这个扑垒自己扑得相当开心哦。刚刚场上哦，其实球迷眼尖的话也是有看到这个观众席上有不少有人在拿这个台湾的国旗哦。今年赛季第一支的三垒安打，也是生涯的第四支。さあ、8回の裏、ファイターズの攻撃。ライオンズは超役がマウンドに上がりました。そしてレフトには山野辺が入っています。この回ファイターズは上川畑から。このマウンド上の超役は。カットボール流したファールです。150キロを計測しました。ユニュースも入ってきました。和四国アイランドリーグの徳島から2021年の育成ドラフト1位いう状況になります。打ち上げた、そこまで伸びはありません。レフト変わったところ、山野辺です。さあ、バッターボックスには今日昇格即2安打見事な活躍を見せている水野。高め見ました。しっかりとスイングしていきました。いいタイミングではこう振っているような感じがあります。まだバッター有利のカウントです。センター方向、左中間、センターペイトンが追いつきました。ファイターズ相手にもしかするとこのまま行くと完封されるという流れになっています。理解し合っている。右方向転がしてライトへのヒット。さあ、伏見2安打目今シーズン。さあ、おととい初ヒットが出て笑顔がこぼれていた伏見なんですが、今日もヒットが生まれました。そしてバッターボックスには磯畑です。セーフティースクイーズの追加点がありました。コメントが入ってきています。何としてもランナーを返すことだけを考えていました。しっかり準備をしていたのでいい結果が出てよかったですと。さあ、この後にはドラフト1位ルーキーの矢沢が控えています。打ち返した、レフト前に出てくる、レフトの前に落ちました。磯畑にもヒットが生まれました。ツーアウトランナーなしからいいですね。これで長打1本出たら磯畑まで帰ってこれますからね。詰まりながらですがショートの後方、レフトの前に落としました、はい、さあ、そして
マウンド上にレフトに入っている矢澤宏太に打席が巡ってきました。さあ矢澤初球から行くか。低め見ました。ストレート空振り151キロ。高め空振り、ここも跳躍かなり力を込めたまっすぐですね。やっぱもうこの失点は許されない場面でね。空振り三振153キロ。すごいボールだな。ここは力でねじ伏せました、跳躍。